どうも挑発です。はい、今日はなんとレギュラーチャンネル私一人でございます。ここから出てきたりとかしないですよ。今日僕一人でやります。はい、とうとう一人になってしまいました。いやそんなことじゃないけどね。今日ちょっと皆さん忙しくて私ちょっと一人でやらせていただこうかなと思っております。はい、ということでですね、そうなんかね、前々回ぐらいからかちょっと始まった。なんか最初にね、今日は何の日っていうのをねちょっとやろうかと、4月14日でございます。まあね、15、16もその後見れますけども、今日ね4月14日ということで、この日はですね、実は何ですかこれは、なんかねオレンジデーっていうらしいです。またこの何やこれっていうやつなんですけど、2月の14日がですねバレンタインデーですよね。3月の14日がホワイトデーで、4月14日、オレンジデーっていうらしいです、なんかこれ。なんかね、これがまたね、オレンジ、またオレンジ色の贈り物を持って相手を訪ね、二人の愛情を確かなものにする日らしいですね。なんじゃいっていう。何やこれ。なんかオレンジは欧米では、なんか繁栄とか、多産多い産業の産ね、多産の象徴だし。欧米かやつ、ね、ほんま、何やねんこんなん、いらんわアホか。ほんなこんまたな、どうせさオレンジ、またはオレンジ色の贈り物、オレンジ色の贈り物とかだな、高いなんでな、オレンジ色のバッグとかな、はあ、いらんっつうねこんなん、別にそんなんじゃないと確かめられへんのか、またこんな流行んのかな。あとね、これもう一個すごいんですよ。4月14日、実は、1912年、日本でいうと明治45年なんですけども、あのかの有名なタイタニック号がですね、あの氷山に激突して沈没した日らしいです、今日。有名な映画ありましたよね。はい、ね、ディカプリオがやってるやつですね。はい、うん、そう、タイタニックが沈没した日。これもなかなかすごいですね、うん、もうオレンジでなんかどうでもいいよね、ねえそんなことでもタイタニックの方が大事だっちゅうねんけどね、はい、まあ、そんな歴史の、まあ、歴史上にも残る日にちでございます、はいね、ということで、まあ、今日は絶賛会で一人でやっておりますけども、うん、なんかね、どうしようかな今日は、どうしようかな、そう絶賛ね今ねレイフラワーはねレコーディングをやっております。はい、レコーディング曲作ったりとかやって、ちょっと、皆さんにもいろいろと報告が、できればなと思っております。もちろんレコーディングをしているということはですね、それもちろんリリースもいたしますし、まあリリースするということはですね、その後はまあもちろんもうそれはステージに立つでしょうということでですね、まあ、いろんな発表をまた、今後ちょっとしていこうかなと思っております。はい、そうなんですよね、ナイトウィッチグロリアスも終わりましたからね、今ちょっと絶賛、地下に潜って、皆さんでレコーディングをしておりますので、はい、期待して待っといてください。はい、なんか終わるみたいな子やったらね、うん、はい、まあじゃあほんなん質問いっちゃおうか、いこうか質問、うん、じゃあこれいこうかな。なおなおさん、レイフラーの皆さんこんにちは、今日僕一人ですよ、こんにちは、新しい試み、今日は何の日トークいいです ね、放送日が誕生日の人は特にテンション上がるでしょう、365日網羅するまで続けてください。はいね、365日ってことはないですけどもね、はい、続けていきたいなと思っております。はい、ここから質問ですね、4月になり桜も満開、レイフラーの皆さんは、去年のリベンジで今年はお花見できましたか。できてません、全然できてません。はい、そんなことを聞いておきながらなんですが、花キューピットとしては、満開の桜よりもレイフラーの新曲ドライブを待ち望んでおります。はい、ありがとうございます。2017年ツアー&アルバム発表はいつ頃でしょうか、可能な範囲で情報をお知らせくださいということでね、先ほど言いましたね。そうなんですよ、どうね、そうなんですよ、今ね本当ね絶賛新曲をレコーディングしておりましてですね、そうですね、ここ4月ですね、4月もやっておりますし、まあ、5月もかけてかなぐらいまでちょっとレコーディングを、やっております、ということは、決して1曲だけではないということでね、その辺は
ご想像していただけるとですね、カランドプレイに続くホニャララみたいな感じでね、作品が出てくるんじゃないかなと、はい、思いますっていうことでね、まあそれがそうですね、まあ2学期始まるぐらいかなじゃあかな、まあなんかね、まあそのくらいにはなんかね、おおみたいなね、はい。なんやねんこれ、言われへんのかまだ、また言われへんねん、なんか言われへんねんってまだね、ごめんねけど、まあそんな感じで、はいね、もうそれ出したらさね、まあ、分かるやん、行くって、もまあまあうちら自分で言うのもないけど有言実行バンドなんで、やります、やりますよ、ちゃんとちゃんとやりますよ、その本当にね、また楽しい空間をね作りたいなと思っておりますので、もうね、楽しみですね、ちょっとね、今日ね、実はね、ちょっとね、まあその頃には音源はもちろんそうやって出すんですけども、その前にもなんかちょこちょこ聞けれるような状況は作りたいなと思っております。なのでまあね、うん、スタッフから止められておりますもうね、ほんまここまでこう、あっ、言いたいですけど、はい、もうちょっとだけ、俺はもう早くね、ちょっと新しいね音源引っ提げてですね、またこう新たな挑戦でですね、こうライブを、ね、したいのとね、回りたいのでね、うん、楽しみに本当してください、はい、じゃあ次行っちゃいましょうか、うん、夏美さん、レフラーの皆さんこんにちは、はい、今日は一人です。先日大阪の街中でレイフラワーとは別のバンドでいらしてたさくらさんをお見かけしました。おさくらさんもよく言ってますからね、こっちね、はい、その時はびっくりしすぎて声をかけることができませんでした。私は仕事中だったため、職場に戻ってからもドキドキで仕事に集中できず、同僚に何かあったのと心配されました。さて質問です、ここからね、はい、ここから質問です、はい、皆さんは街中で好きな芸能有名人の方に会った時は声をかけますか？また声をかけられることはどう思いますか、教えてください。ああ、なるほどね、知らない方だったら普通にはっていう感じですそんなことはせえへんけどはい、そうですねっていう感じですよね。東京結構多いですよね。僕なんかこの間でもご飯食べてたら隣の席に鬼奴さんが来たりそんなのもありましたね、ありましたねとかね、まあ、結構有名人の方とかはいろいろ言ってますけど、はい、そうですね、僕も声はたまにかけられますね、はい、それこそご飯食べてる時とかになんか声かけられたりとかしますし、まあ別にそんな嫌な気はしないですけど、あ、一回ね、昔ね、銀行で銀行の ATM でお金下ろしてる時に隣で宮古さんって言われたことがあって、それはさすがになんかってなんか分からんけど、別に見られてないねんけど、こうなんかあーってなりましたねまあそんなことありましたね、はい、まあ、声をかけていただいても、まあ、僕はそんなに嫌な気はしないですね、はい、けどその時に「あ、宮古さん」って言ってくれれば、違う人の名前言われると「違います」って言っちゃうんで、はいっていうことね、はい、そうですね、はい、ということでございますね。他のメンバーどうなんでしょうね、今度聞いてみましょう。うん、なんかどうなんでしょうね、さくらさんとかね、さくらさんとかどうなのかな、いやもうこれは言いそうだけどね、なんか ねちょっともうまだまだいきましょう今日は、うん、ひとみさん、レイフラーの皆さんこんにちは、ナイトウィッチグロリアス参戦させていただきました、ありがとうございます、楽しかったですね、はい、誕生日の前日がライブで、あ、そうなんですか、あ、熱くて楽しかったです、おめでとうございます、はい、メンバーさんが投げたタオルもキャッチでき、うん、とても嬉しい誕生日プレゼントです、良い記念になりました、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、はい、そこで、質問です、誕生日での、忘れられない思い出やエピソードがあったら教えてください。ある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 、多分どっか動画上がってる、ここちゃんレイフラワーチャンネルのちょっと動画上がってるから見てもらったらよくわかるけどね、はい、驚きがいっぱいありますまあ人にもするけどね、うん、なんかね、でもね、実はね、本当のこと言うとね、
僕はね個人的にはねあんまりねあの祝ってもらうのが実は好きじゃなくですね、うん、あのよくあの誕生日会やりましょうみたいなのあるんですけど、僕人もすんの大好きなんですけど、なんかね自分のはねあんまりこう、あ、いやいやいいです大丈夫大丈夫、もう しっぽりと飲むんでいいですいいですみたいな、ね、感じなんですよね。だから結構こうあの誕生日にこうライブやるとかっていうのは実は本来はちょっとあのちょっと恥ずかしいというかね、まあ、あのこっぱずかしいとこはあるんですけどもね、けど人にはどんどんやっていこうかなと、もうサプライズとかね、もういろんなことはねやりたいなと思ってるんでね、はい、またもしかしたら今年もツアー中とかになんかそういうのがあるんじゃないかななんてね思うんですね。裏切り弾いてる時のねピアノの後にねダンタダンっていうのね定番で、本当にびっくりしました、はい、本当に心臓に悪いです、はいね、そんなエピソードでございますね、うん、なんかねほんまねもうみんなどんどん仕掛けてったのかなと思ってねおります。はい、お今日はなんか順調に質問読んでるぞ俺で、もうちょっといけるね今日は。もうねやっぱさすが一人だとねこうスパンスパンスパンとね、いけますね。いいじゃないですか。はい、じゃあどれいこうかな、これいこうかな、ペンネーム、アキタスさん、うん、レグラー皆さんこんにちは。はい、今日一人です。もう何回も言ってます。はい、先日ナイトウィッチグラフェスお疲れでした。ありがとうございます。はい、3月22日リキッドルーム参加しました。ありがとうございます。はい、あ、この子も誕生日が近かったので最高の誕生日ありがとうございます。なかなか3月率多いな。うんはい、去年からずっと楽しみにしてたナイトウィッチグロリアスが終わってしまって、寂しいですが、また新しい情報解禁をね期待しつつ、はい、期待してください。しばらくは、素敵なライブの余韻に浸りたいと思います。はい、ありがとうございます。早速質問ですが、ライブ中にお客さんと目が合う、もしくは目を合わせようとすることはありますか？うん、きっとうぬぼれだろうとは思うのですが、先日のライブでも目が合ったと思ってしまうことがあったため気になりました。ご回答、いただけたら嬉しいです。目合いますよ、合います、わかります、わかります。全然あの、ね、意外とねステージからねあの皆さんわかりますからね、全然本当にあの合います、合います、普通に、うん、なんであの全然あのうぬぼれではございません。はい、多分他のメンバーも目が合ってると思います、それは。はいね、いいですね、はい、そうなんですよ。ライブはね楽しいですよね、うん、本当楽しい。なんかあの空間はやっぱなかなかね普段味わえないんでね、うん、病みつきになっちゃいますよね。そうですよ、だからね多分ね目が合いましたよ、合ってますね。誰と会ってないのこれ、誰やろな、誰かな、うん、俺かな、違うかな、うんね、まあ、田沢くんとかもねよくね見てると思うよ。ビヨンヨンビヨンヨン言うてるやん、もうほらもうビヨンヨン言ってますよもう、はい、ということで、そうや、今日レイフラワーチャンネル115回目でした、言うのを忘れてました。まあね今日はあの一人レイフラワーチャンネルでしたが、あのどうだったでしょうか。はい、なかなか質問は読めたんじゃないかなと思ってますね。まあということでね、まあ本当にただいま絶賛新曲を、何度も言ってますがレコーディングしておりますので、本当にちょっと期待してて待ってていただきたいなと思っております。はい、もうね早く僕らもライブをやりたいのでね、早く発表したいと思います。はい、本当にね早く発表しますそうですね、まああとは5月末と6月頭にかけて、まあ、ファンクラブ、シャイニングガーデン、イベントで、箱庭、ボリューム3をやりますので、はい、まあ、そこではまたトークしたりとか、あとアコースティックライブをやったりとか、すると思いますのでね、もしよければそちらの方にも、足を運んでいただけたらなと思います。はい、ということで、本日は、この辺にしとくわ。はい、一人でございました。どうも、長髪でした。